MA です。ピュアランド皆さん、ビューティーへようこそ。こんにちは。こんにちは。はい、乾杯しよう、とりあえず。はい、乾杯、チーン。ちょっと投げやりなんじゃないですか。いや、そんなことない。ということで、みんなちょっとね、めっちゃ久しぶりじゃんと思ってる人多いと思う。そうだね。結構さ、DM とかでさ、大丈夫ですか、うん、みたいな、なんか、無理しないでくださいねみたいな風にさ、なんかすごく温かい言葉を、ね、もらったりもしてるんですけれども、私自体はねすごく元気に作業してまして、うん、ツイッターとかではさ今ちょっと隠れ制作期間って書いてるんやけど、ツイッターの方にはね、うん、ゴリ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 とあるものをね塗っておりましたと。3週間ぐらいさ、うん、結構さガーって作業したわけじゃん。そうだね、もう根詰めてというかね。そうだよね。なんか普段はその撮影とかも したりとか、うん、いろいろこうやりつつやってるのね。だけど、うん、ここそうだね、2、3週間もう本当にほぼほぼ作業みたいな、まあ、たまに打ち合わせがあったりはするけど、ね、ほぼほぼ作業みたいな感じでやってたの、うん、そうなんですよ。結構忙しかったんじゃない、その辺ね。ちょっと動画が上げられないぐらいなんかガーっていろいろ入ってたからね。でもよ、ちょっとさすがに限界が来たよと、さすがに動画出したいよってなって、うん、でちょっと一周フライングなんだよ私この動画がね。そう、はい、本当だったら明日から撮影する予定だったんだけど、ちょっとサブチャンに関してはもう出したいと思って今撮ってますと。ああそうだね。なんかさ、やっぱり YouTuber じゃん、言うてもね。まあ言うてもね、そう言うても、だからちょっと飽きすぎちゃったなーってのあるよね。まあじゃあちょっとここまで開くってことは今後ないんじゃない？うん、ないと思う。まあ今回何をやってたかっていうのはまだ言えないんだけど、うん、まあ多分後々わかるかなって感じ。でも結構近いと思うよ。近い、年内にはわかる。2ヶ月ぐらいは、うん、多分2ヶ月以内ぐらいにはわかるんじゃない？ということです、皆さん。今いろいろ調整中ですが。そうそう、なんか前々からさ、なんか今リアルタイムでやってることがなかなか見せられないものとかもあるって話してたんだけど、まさにこれもそれで、うん、そうだね、うん、そういう感じなんだ。そうなの、そうなの。だからここ最近は私一番くじとかも引きに行かなかったんだ。行きたかったんだけどね。行きたいなって思ってるやつもあったんだけど、もう結局制作の方を優先してやってたっていう状況。うん、そういう感じ、そういう感じ。でもね、これはねちょっとね期待しててもらっていいかもしれない。まあそうだね、逆に言えばなんかそれぐらいなんていうのかな、みっちりやらないとできないようなことだったんだよね、うん、まあだから後々、あ、そういうことかって多分わかると思います。ああ、そうだね、うん、そうだね。まあっていうことなんだよね。そう、だから今回の動画はちょっと久しぶりっていうことだから、緊急報告も兼ねてね、うん、結構心配してくれてる方もいたから、もしかしたらちょっとなんか無理してんじゃないかみたいな風にね、うん、結構優しい方多いからさ、そういう連絡とかもいただいてたの実は。はいはい、だけど元気ですよと。はい、うん、元気は元気ですよと、うん、だけど私めちゃくちゃ遊びに行きたい今、うん、実を言うと。まあ、また一番くじ引いたりとかね。そう、秋葉地撮影とかもしたいもんね。だってなんか最近私結構秋葉行ってなくて、なんかそれが不思議な感じする、すごく、うん、マジで秋葉行ってないんでしたっけ、秋葉すら行ってないというか。そうだね、なんか秋葉というものは私の中で結構その何て言ってしまったら仕事とこうなんていうかな、一緒みたいなところもあるんだけど、やっぱり秋葉好きだから、もともと行ったら行ったで結構かなり息抜きになるところなんだよ、うん、その制作の道具を買いに行くとか、なんか単純に今日は撮影だけとかいう時でも、なんか普通になんていうか息抜きできる場所なの私にとって、うん、秋葉は。だけどそんな秋葉にすら最近行ってない。ああ、うん、まあ、行けなかったっていうのが多分正確な言い方かもしれない、ね、そうだね、行けなかったね。行く時間がちょっとなかったかもね。そうそう、まあ、でもここはないから、そういうのまあないかな、うん、この前さインスタにはちらっと載せたんだけど、一瞬だけでなんかちょっと妹とさ若干ご飯とか食べる機会があって、うん、それはなんか息抜きになったんやけど、うん、だからいわゆる私は明日から、いや明日はまたちょっと違うか、まあでもまあまあでも明日明後日ぐらいからいわゆる今までの感じになりますよと、動画も、うんうん、戻りますよって感じでさ、メインのさ動画をさやっぱりたくさん出したいなっていうのがあって言ってたもんね。そうそう、ちょっとさ編集とかもさ、うん、俺一人だとさ、うん、まかないきれないところもあったりするから、ちょっと編集力は落ちるかもしれないんだけど、ああそういうことね。やっぱりなんかいっぱい動画出したいなと思って、出したい動画ね、この前企画した時にさ、うん、そうだね、そうだね、20個30個ぐらいバーっていっぱい企画出てきたもんね。ああ確かに確かに、そうだね、そうだね、だとりあえずそれやろうぜっていう、うんうんうん、そうだね。だからやりたいことは今いっぱいあるから、あとはもう時間さえできれば、うん、もう撮影できるなっていうとこだよね。そうだね、うん、そういう感じかな。だからマサさんも今やってることはマサさんとも一緒にやってたことだったから、うん、マサさんの方も結構忙しかったの、なんだかんだね。あ、でも来てたよ、マサさんのこと心配する声も。うん、
ありがとうございます、ね、そうそうそう、まあっていう感じだよ。てか前に出した動画何が最後だったっけなっていうのもちょっと覚えてないぐらいなんか出してないね。そうだね。マジで、うん、だからね、まあこれからまた頑張って動画出していきましょうっていう感じでね、出していくでみんな、うん、っていう感じです。ちょっと通常運転に戻る兆しですっていうところの動画だね。だからとりあえずね、そうだね、兆しですって感じだね、うん、今世間はねお盆真っ只中なの、うん、あ、お盆真っ只中じゃないな、今日がお盆で終わりか、今日回してる今が多分お盆の最終日かな、私の認識が正しければ。うん、そうそうそう、だからさ、私もさ、9月とかになってもいいけど、どっかでね、こうリフレッシュしたいと思ってる、私は。うん、まあ、別にそれが仕事と一緒になってもいいんだ、別に。その仕事とセットって分かる、その、うん、カメラとかも回すけど、みたいな感じで。私、あんまそういうの気にせんタイプだからさ。うん、うん、自分たちでやってるから、別にって感じだから、そこは。うん、うん、うん。まあ、とにかくちょっとね、私も羽を伸ばしたいなと思ってるよ。制作もしたいし、羽も伸ばしたいしって感じ。うん、そうだね。そう。まあ、制作は今まで通り、うん、まあまたやっていくけど、ね、それはやるからね、別に、うん、いつでもやってるから、それに関してまあね、うん、そうよそうよ、それ以外もってことよね、だからそう、それ以外もって話ですよ、うんうん、外ロケとかもまたやりたいしね。外ロケやりたい。外ロケもさ、うん、なんか私ね、なんか今までやらなかったようなことも別になんかカメラで回していいのかなと思ってるんだけど、どう思う？あ、例えば例えばだけど、今までやらなかったようなことって言われると、あ、これは今から言うことはね絶対じゃないから、ちょっと軽く聞いてほしいんだけど、うん、例えば今までは秋葉でしか撮影しなかったけど、うん、まあ、場合によっては中野とか、うん、池袋とかの時があってもいいと、例えばね。ああ、いいんじゃない、例えばの話よ、うん、池袋ね、昔結構入り浸ってたからね。え、何してたの昔？仕事で。仕事で。そう、仕事やってる時に池袋の方をね結構ね回ってる時があったんですよ。それはその何ていうアニメとか関係なしで？そうそう、関係なしで。ああ、そういうことね。あ、なるほど。私はアニメとか関係ありで池袋に結構行ってる時期あった。ああ、あの辺はね、だってね、うん、あの負の人たちがたくさんいるからね。負の人たちだけのとこじゃなくない？でもまあね、たくさんあるけ ど、なんだろう。でもさ、今池袋ってどんな感じ？うん、私さ、最近さ、なんか池袋よりも秋葉の方が行きやすいし。あれだよ、負の人たちっていうのは、うん、あの負けるの方の負じゃないからね。いや、そんな多分みんな分かってるよ。多分あの乙女ロードがあるからね、池袋は。そうそう、だから代表的ではあるよ、うん、立派な文化よ。でもそれだけじゃなくて、ゲーセンとかもあるじゃん、結構、うん、あ、ゲーセンね、あるでしょ。なんか昔はね、うん、それこそね、結構、なんて言うんだろう、有名なさあ、うん、あのところでさ、上手い人たちがたくさんいたらしいんだけどさ、なんか、おとげとか、そう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 、なんかいろいろね、今秋葉にみんな密集してるらしいんだけど、なんか池袋の方はクレーンゲームとかもやってる人結構多かったらしいんだけど、うん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 、なんか大きいゲーセンが一個潰れたんだよ、確かね。え、そうなの？どこだろう、うん、どこだろうな、全然行ってなかったからわかんないけど、なんかそんな感じらしい。でも確かにな、私は秋葉で結構住んじゃうから、私は秋葉に行くんだよね。そう、俺も秋葉が多いんだけど、うん、なんか池袋っていうとね、うん、ゲーセンだよね、やっぱ。シティズキッスだとか、あ、スワローテールとかやろ。そうそうそう、行ったことないんだけど、ちょっと行ってみたい。俺も行ったことないんだよね。ちょっと行ってみたいけどね、あれ。行ったことある人いるのかな。いや、いるんです、教えて教えて。え、いるかも。むしろ働いてるよって人いないのかな。あ、違う、いや、いるかも、もしかしたら。あ、もしくは、わかんないけど、うん、いわゆるそのコンセプト喫茶みたいなところで働いたことがあるとこあるかもよ、うん、あ、メンズ喫茶とか。まあ、どうかな。コンセプト喫茶はいくつか行ったことがあるんだよ。うん、私もある。そう、何行った、なんだっけな、なんか海賊とか人魚とかなんかそういう系行ったような気がする。人魚？うん。人魚とかあるの？それは全然知らんの。あってる気がする。忍者は行ったことある、私。忍者ない。なんかあれだよね。うん。うん、後ろのさ、寿屋とかさ、うん。秋葉の、うん、あの辺でさ、よく、うん、いるね。そうそうそう、可愛い子たちがいっぱいいるね。いる人たち、忍者とか軍人とかなんかいっぱいいるよね。ちなみに忍者の子ってさ、めっちゃさ明るいから。確かに忍者とかめっちゃ明るくない？そう、超ね、あの行きたくなるんだよ、忍者、うん、私多分そんな感じで多分行ったんだよ、一回。あ、そう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 、そういう遊びとかもね、楽しいけどね。だからそうだね、この動画見てる方とかで逆にその池袋とかにめっちゃ行くよっていう方がどのルートで遊んでるかとか知りたいかも。なんか池袋行ったらどこどこのゲーセン例えば行きますとか、なんかあるじゃん、そういう。なんか絶対うちらだったらラジカンは結構行くじゃない。あ、そうだね、ラジカン行ってゲーセン見てとかあるじゃん。なんかそういう感じのなんか池袋の遊び方みたいなの、人によってありそうじゃない。そうだね、うん、池袋もだって結構あるらしいからね。あるらしいね。あ、うん、思った。でももしかしたらさ、この動画見てる方とかさ、もしかしたらなんだけどさ、うん、意外とさ、中野ブロードウェイ行くって方もいるかもよ、うん、
なんかマニアックなさ人形とかあんじゃん、ソフビとか。なんか レトロ系のものも結構多いイメージ。それこそさ、あれだよね、なんだっけな、ソフビ系、確かにソフビ系でしょ。そう、ソフビ系、怪獣みたいなやつが多そう。怪獣系って大体ソフビ系じゃない、ソフビ的なやつだよ、イメージよね。イメージよね。全然知らないけどね。なんかさ、こう値段がさ、ついてんのかついてないのかわかんないようなやつがさ、並んでたりするじゃん。なんか あとさ、なんかめちゃめちゃ古い、これ何年前だよみたいな、何十年前だよっていうガレージキットが、そうそうそう、ちょっとなんか高くなって値段で置いてあるみたいなのは見たことある、うん、なんかちょっとさ、お宝をさ探すみたいな感じでさ、うん、面白いよね。確かに、それはあるね、うん、だからわかんない。でも、あ、でもさ、今思いつきで言ったけどさ、普通に私もたまに昔行ってたんだ。ちなみに私昔は中野ブロードで結構行ってたんだけど、うん、結構行きやすいところに昔住んでてさ、行ってたんだけど、うん、最近はさ、こう行こうと思って行かないとなかなか行けない感じだから、あんま行ってないんだけどさ、だからなんかちょっと行きたい。でも撮影ができるかわからん。でも、あ、まあその辺はでもなんとかなるんじゃない。でもね、全然関係ない、あの動画、あのアニメとかじゃないんだけど、アニメとか関係ないチャンネルでなんか中野もさ、ブラブラブラしてる動画見たことあるよ。うんうん、街ブラみたいな感じでこう、分かんないけどね、分かんないけどね、でみたいな感じでさ。そうだね、なんかもう何でもいいからもう回しちゃうかなとかって思ってる最近。自分がさ、普通に大体なんか私がやりたいとかさ、うちらの場合は本当買いたいとかやりたいとかいうのが先に来るじゃん、うん、でそれで行くみたいな感じだから、その時になんか別になんか回してもいいのかなって気がしたりとか。だからそういうのサブチャンで出していけばいいと思うけど、ね、そっかそっか、そういうのサブチャンで出せばいいか、そうだよね、まあまあそうだね、メインはさ、なんだかんだやっぱさ、その企画とか編集とかいろいろあるからさ、あるね、ね、多分他の YouTuber とかも一緒だと思うけどメインチャンネルはそうだよね。そうそう、サブはやっぱね、自由というか、まあメインも別に自由なんだけど、メインも自由は自由、自由だけど、まあ、ある程度の区別はつけないといけないから。それはそうだね、それはそう。そのためにビオリは作ってると思うんだから。そうだね、メインで出せない系のやつを出すっていうので作ってはいるからね。そうだね、今みたいな動画とかも絶対出さんやん、メインチャンネルで、だからメインでなかなかできないトークとかやっぱ出していきたいね。だからそれこそさ、本当の意味でさ、このトークに関してはさ、多分さ、メインチャンネルで結構海外の方も意外と見てるからさ、本当の意味で何の動画かわからんみたいな感じになるじゃん、ね、サブちゃんが。いや、サブちゃんじゃない、サブちゃんは多分わかんないから、そもそも多分見てる人が少ないけど、メインチャンネルが、メインチャンネルでこういう動画出したら本当にわかんなかったりするよね、多分ね。あー、まあ確かにそうかもしれないね。そうだよね、そういう時もあるかもしれない、まあまあ、そこはだからうまいことこう、このビオリとね、メインチャンネルでね、分けてはやっていきますけれども、まあそろそろだから出していきましょうよ、一旦落ち着いたんで。ねワンピースの映画もさ見に行きたいのよ。まだ見に行けてないから。本当にそう、私もツイートしたけどさ、まだ行けてないのよ私、本当に。いやでも本当にさ、もう行こうかなと思ってるよ、もうなんだ、明後日とかに行きたいけどね、無理かな。ウタのフィギュアとかさ、シャンクスのフィギュアとかもサプライズでさ、ちょこちょこっとこうまた出始めてるからさ、いやそれもちょっと企画にしたいなと思ってんのよ。それさ、私まだチェックしとらんのよ。でも結構もうゲットしましたみたいな、なんかちょっと視聴者さんから連絡が来たかも、シャンクスのやつとか。いや私もちょっとチェックしないとな。とりあえず映画を見たら欲しくなるものじゃない。そうだねそうでしょ。あとはいろいろプレゼントとかもまた届き始めてるから、そうだね、そういうのの開封とかももうちょっとしたらね。あ、分かった分かった。もうちょっとしたらやっていきたいなとは思う。みんなありがとうございます。そういえばインスタのさ DM とかでもさ、送りましたみたいなのをね、まだ多分それを受け取ってないと思うんだけれども、いただいていくつかありがとうございます。本当にその気持ちが本当に嬉しいです。ありがたいですね。ありがたい、嬉しいです。それはまた開封紹介しましょうか。そうだね、また別の機会で、ね、そうだねっていう感じじゃないかしら。ジブリとかもまたやりたいでしょ。ジブリはやりたいよね。ジブリでもさ、ジブリさ、なんか何人かからそれも連絡来てるんだけど、意外とむずいですねって来る。いや確かにみんな買ってくれてるの。いや、そうそう、意外とね買ってる人いて、なんか私もさ、これはいい服用ができてるなと思ってるんだけどさ、勝手な趣味でやってるんだけどさ、モコモコとかの木がついてるとね、クオリティめっちゃ高いの、パッと見。いや実際高いんだけど、でもやっぱね難しいの作るの、結構手間かかんの、あれ。なるほどね。だって普通にそのジブリの時のこのビオリに関しては普通に2時間ぐらいかかったりするよ、しゃべりながらあれしてると2時間以上かかったりするからね、結構。そうそうそう、でもジブリはまたやりたいと思ってる。そうだね、まあ、ジブリショップまた行きたいしね。
まあ8月に届くフィギュアとかもいろいろあるだろうしね、また。そうだよね。いろいろやりたいこといっぱいあるんですよ。ま、そうだよね。でもこれからまたあの撮れる動画とかもいっぱいあるから、うん、あの出していきますので。そうだね。うん。こんな感じでもう開くってことはまあまあそうないと思うから皆さん。うん、ちょっとまたみんな戻ってきてね。そうだね。もう忘れたよって人もいるかもしれないからもしかしたらね。よくないよ本当に。うちらが出さないからだよ。また頑張って出していきましょう。はい。ということです皆さん。ということでね、今日の動画はこういう感じですと。まただからね、メインも美容もまたちょっと再開していきますよってお話でしたと。うん、はい。まだまだ夏も暑いからみんなも水分たくさんとって元気に過ごしてくださいよということです。ね。ね、はい、ということでした。じゃあまた動画撮るね、みんな。はい、今日も最後まで見てくれてありがとうね。じゃあねー。